るっていう感覚。まあ7時なんでちょっとね、さっきまでご飯食べてたのでちょっとご飯食べます。本当はしゃぶしゃぶにしたかったんですけど、私ホットプレート持ってなくて、とりあえずここに入れてきた鍋の方がねちょっと美味しく見えるんだけど、でももやしとあのしゃぶしゃぶ用のお肉しか入ってないです。すごいシンプルなんだけど、もうシンプルな感じが美味しいんですよ。そう、この白だしと醤油とみりんを混ぜて、その中でしゃぶしゃぶしたお肉ともやしそう、シンプルなのが一番美味しいですよ。これをね、本当はポン酢につけて食べるんだけど、ポン酢がなかったので、あのベルさんの、ベル食品さんの食べ飽きしない焼肉のタレでいただきます。じゃーん。つけていただきます。おいしい。うん、箸長い。おいしすぎる。本当はあのね、ホットプレートでやった方が熱々でもっとおいしいんだけど、そうですね、ちょっと冷めてる配信までちょっと待ってたからちょっと冷めちゃいました。美味しすぎる。しゃぶしゃぶしたい。ちゃんとしたしゃぶしゃぶしたいですね。あれも行きたい。火鍋も大好き。火鍋もなんかしゃぶしゃぶみたいな感じですよね。うん、しゃぶしゃぶの辛いバージョンみたいな。デリン、美味しそうです。でズーム。さっきいただきます言ったか。幸せね、本当に幸せです。いや、食べてるね、入ってる具材は質素なんだけど美味しい。めちゃくちゃ美味しい。このね、白だしとかのまま食べてもすごい美味しいんですよ。多分タレつけなくても。今のがなぎちゃんの配信に
300回目の訪問だったみたい。あ、そうなの。私今回ちまちま今日は配信やるからめちゃくちゃ増えるやん、訪問の回数が。うん、結構ねお腹いっぱいになります。これもやしって偉大ですね。一人暮らしイコールもやしってイメージ強い。もやしめちゃくちゃ安いもん。安くて安い時で33円とか30円台で買えちゃう。美味しいしね。でももやしって栄養あるのかな。栄養はなさそうに見えるけど美味しい。食感かな、食感が美味しいのかな。味があるってわけでもないんだけど食感が美味しい。あ、栄養満点。あ、もやしって栄養あるんだ。なんかね見た目だと栄養がなく見える。なんか白い、白、透明、透明に近い色になるから炒めたりすると。じゃあ私は今ちゃんと栄養をとってますね。もやしに失礼。ごめんなさいもやしさん。ごめんなさい。豆付きがいい。あ、私も豆付きもやしが大好き。ナムルとかにさ入ってるもやしは豆がついてるよね、ちゃんとしっかり。もやしっこ、もやしは美味しいんです。皆さん、でももやしがちょっと長くてさ食べるの難しい。シンプルイズベスト。すごいシャキシャキ言っちゃう。ふう、ちょっとお肉追加してこないと。この中に入ってないですもん。これは35分で配信終わっちゃうので、一回配信終わってゆっくり食べます。美味しかった。あっという間にねなくなっちゃうね。もやし育てたら、もやしは、もやし育ててる人いるの？貝割れならよく見かけるんですけど、貝割れ、あの、な、何っていうの、草草、でもな、なんか私だったら多分育ててもダメにしちゃいそうで。そう、あ、豆苗、豆苗ってどんなの？
貝割れではない、豆苗、え、豆苗ってもやし、うん、もやしみたいなの、貝割れの親分みたいな親分みたいな、すごいなんか、あ、でも的確な例えなんだろうなって今思った。親分、貝割れをたくましくした感じ、なるほど、なるほどね。知らなかった。いやでも見たことあるんだよ多分、でも名前と見た目が一致してないです栄養価は高いよ。え、すごいなんか栄養価気にされてるみんなからあ、でもいいことですね、栄養価が高いのは。うん、うん、でもな、私は貝割れを育てたいですね。貝割れが、うん、楽そう。なんか置いとけば育ってくれそう水もあげるけどもちろん。すごい、なんかしーちゃんさんが、豆苗は遠藤が発芽し本場で合ってる、本場が出てある程度の大きさになった芽の先端を摘み取って食用に。へえ、食べてみたい。うん、ためになりますね。シャキシャキしてるのね、なんか食感がちゃんとあるの好きです、私。原木、あ、原木で思い出したんですけど、私生ハムの原木、原木っていうの、あれ、原木がめっちゃ欲しくて今そう、生ハムをなんかで自分で切って食べたいっていう、なんか今の夢なんですよ。原木か、原木、生ハムの原木が欲しいんです今。え、わし輸入してる、持ってるの、リランチュさん持ってるんですか、すごい。でも本当にさ、あの原木はピンキリじゃないですか。なんかなんかどのぐらいの価格が一番、いや、なんかそのまあ、うん、美味しいのかなっていう、まあ高ければ高いほど美味しいのは分かるんだけど、なんか安すぎてもじゃん。そう、どうしよう、なんか買いたいのすごく。でも保存の仕方とかあんま分かんない、保存できる場所がそもそもないかも今の家は。前足と後ろ足、黒豚、白豚あるよ。え、すごい、前足と後ろ足、そんなのがあるの。一箇所だけだと思ってた。 V、 そうなのよね、多分部屋に置いておくと匂いがねすごくなるんですよ。そう、えぐみがそうね、原木欲しいな、原木欲しい、原木欲しいな。うん、これは35分までですよね。
35だ。ちょっとうっかり間違いしちゃいそう、怖い。うん、でもさ、原木欲しいって言ったけど、あれだよ、 YouTube でも TikTok でも生ハム原木って調べてる私そしたらそう、めっちゃでっかい原木を切るそう動画がめっちゃ出てくんの。私はまあね、それを見てるいつも。そうだから、だんだんね、そう TikTok ってさ、調べれば調べるほどなんかそのおすすめに乗ってくるじゃん、だんだん自分の興味あるものだって判断して、携帯が。だから最近ほんとおすすめ欄に生ハムの原木の動画がすごい流れてくんの。めっちゃハマってます、その動画見るのに。何が面白いんだって感じなんだけど、いや面白い、うん、欲しいなぁ原木ね。薄く切るのは絶対難しいと思う。うん、結構見て満足されない。確かに半分ぐらい満足できるかも。あ、欲しいなぁって思う。でも思いが積もっていきます、見れば見るほど。うん、欲しいなぁ。絶対ね、生ハムを普通にコンビニとかで買うよりも、そうやって原木で買った方が逆に安いと思うんですよね、なんか毎回買うよりも。そう、好きなだけ食べれるし。うん、まあね、食べきれるかは置いといて。30分になったら1回順位読みますね。うん、原木食べきるくらいには嫌いになってそう。そうかな。いや、私はもうほんと好きなものはとことん好きでとことん食べるので、いや絶対嫌いにはならないと思う。うん、なんかな、冷蔵庫がすごい小さいので、原木は冷蔵庫使わないと思うけどね、冷蔵庫を大きくしたくて今。てか親とかも冷蔵庫を大きくしたらみたいに言ってて、そうだ、この間その実家に帰った時があったんですけど、実家に帰った時にそう冷蔵庫を見に連れて行かれてそう、いろんな冷蔵庫ありました。やっぱさ、北海道にいるとね、車をよく使うから荷物とかさ重いって思いながらあんま移動しないんだけど、東京だと徒歩とかが結構普通主流だから大変なんですよ。あの冷蔵庫が小さいといちいち買い物を行ったり来たりしなきゃいけないので、そう、うん、だからね、今冷蔵庫が一番欲しいです。そう、家電はね、そう高いんだよね。そう、お得ないいの探してます、今。そうそう、よし、じゃあそろそろ順位を読むお時間です。早いね。いきますね。よし、13位はカズミンさん、ありがとうございます。12位はフォーコアットマーク香港のなぎなぎ13、ありがとうございます。
11位はサンキューサンキューテンキューさん、ありがとうございます。10位はコーヒーミル375アットマークなぎなぎ中さん、ありがとうございます。9位はひろゆきアットマークあーはいさん、ありがとうございます。ちょっとかゆい、よし次。8位かなさん、ありがとうございます。次7位はゆうぽう、お話し会楽しみです、ありがとうございます。6位トカチンさん、ありがとうございます。5位はなっちゃんさん、ありがとうございます。4位はメロメロンさん、ありがとうございます。3位はカンタアットマークカンカンさん、ありがとうございます。3位はチエリオタ演じるなぎおじさん、ありがとうございます。1位はカントリーアットマークなぎなぎ中さん、ありがとうございます。 OK、 31分、あとでもあと3分です。次の配信は20時15分からです。まだ星投げが終わってない方はぜひ星をじゃんじゃん投げてください、お願いします。あ、2位飛ばした、あれやばい、2位飛ばしたって、あれ読んでなかったっけ。2位はチエリーオタエンジェルなぎおしさんです、ありがとうございます。飛ばしてしまったっぽいです、ごめんなさい次は8時か、もう8時になるの、早くない？うん、なんかこんなにポンポントントン拍子で、これだったらもうあっという間に12時になりますね。うん、あと2分、うん、皆さん本当に今日は12時までやるけど明日は本当に早いです、5時からやりますあ、2位と3位を言い間違えてた、あ本当に、たまにね順位読んでる時にね頭がねちょっとおかしくなるんだよねあ、そう、明日も同じスケジュールではないです、明日はちょっとね変な時間割になります、でもよろしくお願いします、早いんですけど、はい。そうだね、本当にあの強制じゃないので5時って言っても、うん、起きれたらっていうね、はい鬼スケジュールですね、うん、本当に起きれたらでいいです皆さん明日、うん、うん、25、6時ならじゃあ6時、じゃあそろそろ一旦終わりにしたいと思います、じゃあすぐまた後でまた後で現れますのでこのショールームに一旦ね、バイバーイ。